速稼塾の久保です。早起きは三文の徳と言いますが、ことの由来はですね、全く逆のような気がするんですよね。昔江戸時代だったかな、家の前に鹿が死んでいるのを発見したら、お前は罰金三両だって言われてたんですよね。三文だって言われてたんですよ。でその村ではね、結構ね鹿がよく出てきてて、鹿がよく死んでいたんですよね。で鹿が死んだところをもしね、見つけられたら、その鹿の死んでいる前の家の前のものがね、犯人だということになって罰金を取られるっていう、そういう制度があったんですよ。それでね、村の人はみんなね、早起きしてこうやって、あ、今日も鹿死んでなかったな、よし今日も鹿死んでなかったな、よかったよかった、三文払わずに済んだぜみたいな感じで、実はね罰金を払わずに済んだということがことの由来で、払わずに済んだ、三文得した、三文払わずに済んだ、早起きは三文の得だなってことなんですよ。要するにですね、早めに危険から準備をしておきましょう、損害を得ないように早めに準備をしておきましょうということが、まあ現代にね、その言葉だけ残って、早起きは三文の得みたいな言葉が残ってですね、なんか早起きしたら得するみたいな勘違いを生んでるんですよね。こういうふうにことわざとか故事成語っていうのは、主にね昔の習慣とか先入観で作られてますんで、現代人がそのまま読むと大きな勘違いをして、勝手な解釈が常識になっていくってことが起きるんですよね。でね、人は一人では生きていけないって言いますよね。これどういうことかっていうと、例えば私が生きていくためにはね、他のその他大勢の人、私以外のその他大勢の人がどこかで自分の自由をかなぐり捨てて、苦痛に耐えて、社会を維持してくれてるんですよね。まあ、ですんで、ある場面では私もその他大勢、誰かにとってのその他大勢となって、何か知らない人のために、何かをね、提供しなくてはならない、何かを働いていかなきゃならないってことが交代で行われてるんですよ。これがだから社会ってものだと私は思うんですよね。で、社会を強制的に回す、その仕組みとか、これが法律っていうんですけども、その法律によって強制的にそれを社会ってものを維持させるために存在する権力者が国家ってものだと思うんですよね。国家の権力者で、常識っていうのはですね、そういった背景をもとに情報が作り出すんですよ。ですので私たちがどんな情報を取り入れて何を見てるかによって常識っていうのはできていきますから、例えばね、まあ、私は、結構最近はね、お金持ちの人によく会うんですけども、そうなると、お金を持ってるのが常識っていうふうに社会が映ってくるんですよね。で逆にですよ、私は例えば20代とか30代の頃って誰を見てもお金がなかったんですよ。みんなね、その500円1000円を割り勘にしてたみたいなね。で車に乗っても同乗した人はその距離かけるガソリン代みたいな感じで数円単位で割り勘にしてたみたいなね。そんなね、お互いにお金がないところでした。そういう人ばっかり見ると世の中ってみんなお金がないんだなって見えちゃうんですよね。だから常識っていうのはやっぱ情報が作り出してるのかなと思ったりなんだりしますよね。まあ前置きはこのぐらいなんですけども、私ね、借金とか貯金ってどちらもバーチャルなもんだと思ってるんですよ。だからいくらね借金があってもそれを気にしなければ自由におおらかに生きていくことができますし、いくら貯金がたくさんあったとしても、その貯金に意識を向けなければ、お金があって余裕だぞとかね、お金があるから俺はなんか勝ったんだみたいに思わずに済むと、いつもニュートラルでいられるかなと思うんですよ。そもそも貯金や借金っていうのは、今私が呼吸するのとかね、食事を食べる時の美味しさにあんまり関係ないんですよ。人と会話する時も何ともないですよね。それを引け目と感じるのか、優越感に感じるのかってことは、そのお金に執着しすぎる自分のマインドの問題だと思うんですよね。で私借金は結構あったんですけど、全く気にしなかったです、吉谷さん。で自由ってのは、お金があるとかないとかに関わらず担保できるわけです、自由ってのは。ただお金が必要な時には一定の制限がかかるんですよね。だからそこに対してはお金があった方がいいのかなってたまに感じる程度なんですよ。でもお金が介在しない時っていうのは何にも変わらないです。例えばね、サラリーマンをされてる方とかお金たくさん持ってる方も、ただなんとなく一日がのんびり過ぎていく日ってあると思うんですよ。あんな感覚なんですよ。で例えば大きなお金300万がボーンといるっていう時には、お金持ちはスッと払えるけども私は払えないと。ただそれだけの違いなんですよね。だからそんなにね、
人と人のとの間に差があるっていうふうには思えなかったまんま今に至るかなっていうところですよね。で振り返ってみるとね、40歳まで私は全然お金がなかった、借金が3000万を突破したのも自分で気づかなかったぐらいなんですけども、なんか苦しいようでね楽しかったなって思います。過去を振り返ってみれば、その瞬間瞬間は奥歯を噛みしめたことがあったんですけども、そういったね苦痛に、耐えている姿すら喜びというかね、私にとってのエンターテインメントだったんですよね。で結局人って意識をどこに向けるかなんですよ。苦痛とか恨みとか過去に意識を向け続けると、それはずっと不愉快が続いて今日も不愉快になりますし、そういった先入観で未来を想像するともっと悪くなるような気がするんですけども、まあある意味能天気にね、借金があってどこの組織にもまみれなくて店も会社もうまくいかなくなったけど、いかなかったけど、すごくいい経験したなっていうふうに、そっちのねたった1点良かったっていうところにばっかり集中すると、その100の苦痛も1の幸せに目を向けることによって、その幸せしか見えてない状態って作れるんですよね。これが私のだから本能的な考え方なんですよね、きっとね。で苦しいことをやっていても、いやこのあと苦しい、例えばねそうですね、炎天下の中でガードマンをしてた時ってむちゃくちゃ苦しかったんですよ。水も飲めないしね、苦痛だったんですよ。でもその時何を考えてたかっていうと、いや今日5時に仕事上がった、最初のビールうまそうだなって、うまいだろうな、絶対一番搾り買うぜと思ってずっとね警棒を振ってたんですよ。でそんな楽しい苦痛の過ごし方ってないですよね。でもうお金がなくて物が食べれない時も、いや明日はギャラが出る日だから明日は8000円もらえると、その8000円で帰りに、贅沢をしてね1000円の食べ放題の焼肉行くぜって言った時のね、そのね最初の焼肉のタレをいっぱいにつけて食べる一口目の美味しかったこと、今どんな高級焼肉食べてもその時の焼肉の方が絶対うまいなと思うんですよ。で結局ね苦痛も幸せに変える、そんなねマインドというか意識の向け方ができれば何でも楽しくなっちゃうのかなと思いますし、私今こういう暮らししますけども、こういう暮らしの中でもストレスを見つけようと思ったら多分見つかると思うんですよ。でも私はねストレスの素の字がふわっと浮かんできた時にそれを無視するんですよね。で喜びの世の字が出てきた時に喜びって何回もね同じ喜びに目を向けるんですよ。そうすると楽しみは増幅して悲しみはストレス過ぎていくみたいなね、そんなことが起きるんではないかなと思ってます。まあ今回もねいろいろとお話しましたけども、まあ早起きは三問得っていうお話に戻しましょうか。早起きをしてね得することは特にないといえばないです。ただ早起きをして自分の心がね気持ちよくなったんだったら次の日も早起きをすればいいかなと思いますし、ぶっちゃけ早起きをしてるって意識はないですね。ただ単に目が覚めたから起きた、眠くなったから寝た、この繰り返しでございます。もう本当にね特に何か義務があるわけではないし、今日一日絶対にこの時間は何かをしなくちゃいけないっていうのがまるでないんですよ。で吉谷さんみたいに晴れたらドライブに行く、こんな感じですよね。おかげさまで私のねナイト2000も何日連続で洗車したか分かりませんね。洗車する終わりみたいなね、無駄ですよ。だって昨日洗車して今日もするんですよ。汚れ取らんやん、そもそも走らないじゃん、人に見せないじゃん。いや違う、洗車をするという行為が面白いんですと、綺麗になるとか汚いままとかそんな関係なくて、水をかけてね、で洗剤でゴシゴシこすって、それでまた水をかけて、でそれでいいんですよ。ピカピカになってるかどうかあんまり関係ないんですよ。ただあなんか綺麗になったかなみたいなね、あ掃除したなみたいなね、洗車したなみたいな感じなんですよね。もうルーチンになってるかなと思います。かといってやらない時でも別にストレスはないんですよ。家の中にずっといればね車を見ないんですから。だから車が汚れてるのか汚れてないのかすら分かんないまま一日過ごすこともありますしね。まあだからねぼーっと生きてるって感じですね。何なんでしょうねこの隠居暮らしってのは。こういう暮らしを憧れて目指す人っているんですかね。私は自分で憧れた暮らしを自分で作りましてそこにたどり着いたんですけども、多くの方っていうのは豊かな老後を目指すんですかね。定年退職になったらこうするぞみたいな第二の人生だって考えるってことは、もうすでに65歳まで今の暮らしをやるってこと、苦痛に耐えるってことを、前提として確保してるっていうことなのかなと。私は40代ぐらいで、仕事っていうかねお金を稼ぐ作業っていうのは上がってもいいんじゃないかなと思いますけどね。集団生活を大切にするっていうのは確かに一理あるんですけども、今はその集団生活そこまで大切さのウエイトがね重くないんじゃないかなと。SNS で適当に何人か何十人かと軽く関わるぐらいが今の集団生活の付き合い方としてはまあ一番ちょうど良いのかなって気がしますよね。深く濃く付き合うことっていうのは特にあんまりお互いに求めてないのかなと思ってくるんですけども、どうですかね。それでは本日は以上です。